出会いは突然だった。声を捨て毎日をただ生きる青年と、不慮の事故で光を失った音大生。誰？私の質問に手の甲を叩いて答えて。イエスなら1回、ノーなら2回。夜のとんばり優しく、彼はその手で私を助けてくれたの。何度も暗闇の中に一瞬光が差し込んだ気がした。抱きしめる幾度いつも通り強く弱い。あいつはな、踏み込んじゃいけない世界に足を踏み入れてる。夢は所詮夢だってな。君はあいつがどんなやつか知ってるのか？本当の俺の手はずっと前から汚れていて、その汚れが取れることはない。俺たちとあんたじゃ別の世界の人間なんだよ。だから俺のことを忘れて幸せになってほしい。サイレントラブ。